どういうところに気をつければコテを打たれにくくなるか、そういう話になります。だから確実に決めたいってなれば誰しもがコテ狙うんですよ。百秋武道具店の動画、こんにちは、百秋武道具店のガです。やってますか。おー、今日はコテを打たれないためにはどうしたらいいかっていう話をします。まあ試合とかでね、コテを打たれて負けるってやっぱちょっとねショックじゃないですか。自分がコテなんか打って勝ちたいじゃないですか。だけど自分が狙ってるところをやられて負けちゃう、これやっぱねなんとかしたいですよね。今日この動画を見るだけでいつもコテを打たれてしまう原因とその対策が分かるようになります。そのコテを打たれないようにって言ってもテクニックとかじゃなくて基本です。剣道はやっぱりね基本が一番強いです。その基本の中のどういうところに気をつければコテを打たれにくくなるか、そういう話になります。今日もできるだけ分かりやすく説明しますのでぜひ聞いてください。じゃあまずはちょっと場所変えますね。ウォリアーよいしょ。いつもコテを打たれてしまう一つ目の原因は構えそのものに隙がある場合なんです。コテが開いちゃってる。それどういうことかというと剣先が上に立ってるんだよね。上に立ってるの、本当はこう下に構えたいんだけど上に立ってれば立ってるほど相手から見た時にコテっていうのは打ちやすいんです。横じゃないんです、縦なんです。縦に上がれば上がるほど打ちやすいんです。これはどういうことかというと基本打ち、コテ打ちの基本打ちを思い出してほしいんだけど、元たちはどうやってコテを開けてあげるかというと横じゃないでしょ、必ず上に上げてあげるじゃない。上に上げてあげるってことは基本打ちのコテ打ちの練習してる時ぐらい打ちやすいんですよ。だから怖いんだけど剣先っていうのはできるだけ下げる、コテ打たれたくなかったら怖いんだけど頑張って下げるっていうのが一つ目のポイントなんです。そう言うといやそう分かってるんだけどどうしても剣先上がっちゃうんだって言うと思うんだよね。それは何でかっていうと右手の竹刀の握り方がドラえもんの手になってるんです。ドラえもんの手になってるとどうしても竹刀は上に向いてしまいます。剣先を下げるのはもちろんなんだけどそのためには竹刀の握りをもう一度見直さないといけないんだよね。見直すときっちり剣先っていうのは下がります。そうするとコテは打たれにくくなります。これが一つ目。いつもコテを打たれてしまう二つ目の原因っていうのは構えはいいんだけど今度は構えじゃなくて打ち方なんです。打ち方が悪くてもコテを打たれてしまいます。でその理由はさっきお話したように剣先っていうのは下げてれば下げてるほど相手から見たらコテって打ちにくいんだよね。だからできるだけ剣先を浮かさないようにこのまま我慢したまま打っていくと相手は一番コテって打ちにくいんです。なんだけどまだ構えたままの遠間のところからいきなりこう大きく打っていくような打ち方だったり2拍子の打ち 1、2、1、2こういう打ち方したり担ぐような右手が強い引っ張り上げるような面、これみんなね剣先が立っちゃうんですよ。これは相手から見るとよーくわかるんだよね。だからそこをいつもコテ打たれるんですっていうと、いや僕はね構えもいい打ち方もいい、もうそんな剣先も浮かしてない、だけど打たれちゃうんだっていう人がいると思うんですよ。それは原因は打ち方じゃなくてタイミングが悪いんです。相手はずっとコテを狙ってるんですよね。それに対してこっちが何も考えずに攻めもなしにタイミングとスピードだけでグワッて打っていこうとしたら相手からしたらこんなにやりやすい相手はないんです。かかってくるのを待ってるだけでポンと押さえるとうわやられちゃったごちそうさま、こういうわけですよね。これが2つ目の理由。いつもコテを打たれてしまう3つ目の理由っていうのは誰しもが面よりもコテの方が打ちやすいからなんです。なぜかっていうとコテの方が近いでしょ、面遠いじゃない、コテ近い、だから確実に決めたいってなれば誰しもがコテ狙うんですよ。その証拠に大学生クラスになると面を打つのは 0.3 秒かかると言われてます。コテを打つのには 0.2 秒しかかからないって言うんですよね。だからみんなもう特に負けられない時、最初尊敬して立っていきなり初立ちでコテ行く人とかいるじゃない、確実に決めたい時にはやっぱりコテを狙う人が多いってことなんですよね。それを分かっておかないといけないと。でそうなると、まあ、相手も 0.2 秒だとしてもこっちも 0.2 秒でコテ打てるとしたら同じじゃないのって思うと思うんですよ。なのになんで相手のコテの方が当たるの。それは試合が上手な人っていうのはそのコテも入れて後の面も入れて全部でこう組み立てをしてるんですよね。ボクシングでいうとジャブ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 だけで倒そうと思ってないけどジャブ打たれたな打たれたなってなるでしょ。その後ストレートで決めに来るわけじゃない。それと同じでもちろんコテだけで決まることもあると思うけどコテで相手を崩しにかかってくるんですよ。
崩しにかかってきて崩しにかかってきて崩れたところを他の技で打ってくる。だからこっちとしてはいちいちこのジャブを打たれたぐらいで崩れるこんななってたらそれはいつだって次やられちゃうんですよね。だから相手から見た時に一番嫌なのは小手でこう崩しにかかっててもこっちが崩れない、このまままっすぐ崩れない、ピクリともしない、これが一番やりにくいんですよ。いつも小手を打たれてしまう4番目の理由っていうのは、まあ、特に相手がね講談社の先生の時には多いと思うんだけど、こういう経験ないですか？別にねこっちは面を打ちたくもないのになんかその先生だと打ってしまって小手を抑えられるってことあると思うんですよ。これどういうことかというと、講談社の先生方っていうのはみんながね面を打ってくるようにコントロールしてるんです。罠を張ってるんですよ。だからもう面来ると分かってるのね。だから面を来た時に小手をポンと打つと。講談社の先生方っていうのはもうスピードとかねタイミング、これだと絶対みんな勝てないから、そういう相手をね引き出すコントロールするような全然全く違う剣道をやってて、それによって引き出されてるんだよね。それでポトンと打たれてると、そういうことです。これに対する対応はもう何も考えずに面を中心にガンガン打っていった方がいいです。打たれたことは気にしない、これが一番大事です。以上が小手を打たれないためにはどうしたらいいかというお話になります。僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信していきます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。